皆さんこんばんは、パクユーです。ついに始まりました、毎日更新 YouTube パクユーチャンネル強化月間、ということで、本日1日目の企画はこちら、パクユーギターを買う。以前タンブラーの方には書いたことがあるんですけれども、僕ずっと前からガットギターがすごく欲しかったんですね。まあ安い買い物ではないので、こうなかなかこう買うタイミング、っていうのがなくて、こう購入に踏み切れなかったんですけれども、今回、強化月間の1日目に動画を上げるっていうことを、動機に、ついに買っちゃいました。今回買ったギターがこちらです。じゃん、見えますでしょうか。こちらです。今日の動画はこの新しいギターを買うまでの過程を振り返りながら、ギター購入の際に気をつけるポイントですとか、おすすめの楽器店、などをこうご紹介しながら、最終的にはこいつの自慢をこれでもかっていうほどにしたいと思います。ギターを弾く人、まあ今まさにギターを買おうかなって考えてる人は必見です。そうじゃない人もぜひ最後までお付き合いください。まず楽器店に足を運ぶ前に、自分がどんなギターを購入したいのかっていうのをこう条件を挙げて整理します。これはギターに限らずどんな買い物でも大事なことですね。今回僕が挙げた条件は、まず一つ目がガットギターであること。普通のアコースティックギター、まあ、アコギって呼ばれるものは鉄製の弦が張ってあるんですけれども、このガットギターっていうのは、ナイロン製の弦が張ってあります。もともとガットっていう言葉は、動物の腸っていう意味があるらしくて、羊の腸を使って、できた弦を張っていたことからガットギターって呼ばれてるようです。クラシックギターっていう風に聞いて思い浮かぶものと同じものと思っていただいて構いません。続いての条件がピックアップがついているもの。まあギターのお尻にこうブスッと線を刺せば、すぐスピーカーから音が出せると、そんなこう機械がついているもの。まあライブで使うことも前提に考えてましたので、今回はピックアップがついているものの中から選びました。最後に弾きやすさ重視。アコースティックギターをメインに弾きつつ、曲に合わせて、たまにこう持ち替えで使うみたいな使い方を、想定してましたので、ガットギターとしての音の良さ、まあ、鳴りがいいとか、音質がいいとか、そういうことよりも、こう、アコースティックギターから持ち替えた時に弾きやすい、その弾きやすさを重視して今回選びました。予算は10万円前後で、探しました。条件を挙げて、頭の中がある程度整理できた段階で、実際に楽器店に行って、ギターをガンガン試し弾きしていきます。最初に行くお店は、まあ在庫がたくさんあって、広くて綺麗なところがおすすめです。まあさっき挙げた条件の中に、収まるものから、その条件からはちょっとはみ出ちゃうもの、らへんまでをこう、目についたものをガンガン弾いていって、自分の中で、あ、このブランドの、こういうモデルはこういう音がするんだとか、これぐらいの値段のものはこういう音がするんだみたいな、基準を作っていきます。今回僕が初めに訪れた、楽器店はこちらです。新大久保の黒沢楽器総本店。クラシックギターの専門フロアがあるっていうことで、今回このお店に、最初に行きました。専門フロアを設けてるだけあって、店員さんもすごく対応が丁寧で、こっちがこう感じてる疑問とか質問に対してすごく明確に自信を持って、答えをくれたので、すごくギター選びの参考になりました。このお店ではパコカスティージョっていうブランドのギターを2本と、5段のギターを1本、アリアっていうブランドのギターを1本、計4本のギターを試し弾きしました。その中でもパコカスティージョの 234TE っていうモデルが、すごく弾きやすくて、鳴りもすごく良くて、まあ予算も、範囲の中っていうことで、いいギターだなっていうふうに思いました。次に行ったのが同じく新大久保のザ中古楽器店っていうお店です。ギターに関しては状態さえ、良ければ、中古のものを選ぶっていうのは全然ありだと思います。アコースティックギターは一般的に弾けば弾くほど良くなるようになるっていう風に言われてるので、丁寧に弾き込まれた中古のギターは新品のものよりもむしろおすすめです。
また、演奏とか音に支障がない部分に、こう、塗装のハゲとか傷があるっていうことで、値段がすごく安くなってるものもあったりするので、そういうのは、狙いどころかなっていうふうに思います。おいおい、別の動画でご紹介できればと思うんですが、僕が今使ってるアコースティックギター、2本とも、その、こう、傷があったり、こう、塗装のハゲがあったりっていう、こう、訳ありの、品で、安く買ったものです。このお店では、ギブソンのチェット・アトキンス CE っていうモデルのギターと、オベーションの1863クラシックっていうギター、2本のギターを弾きました。次に、聖地、お茶の水に繰り出しました。お茶の水は、もうとにかく、楽器屋さん、まあ、特にギターですね、ギターを取り扱ってるお店がすごく多くて、駅前の大通りだけでもこんなにたくさんの店があります。まあ、そんなお茶の水でも、ガットギターをたくさん置いてある店っていうのはなかなかなくて、今回は新大久保の黒沢楽器からスタートしたんですけれども、普通のアコースティックギター、エレキギター、エレキベース、買うときはお茶の水からスタートすれば間違いないと思います。ここで中級者以上の皆さんに向けて、ギターの試し弾きの際に大事なポイントをお教えいたします。まず最初にして最大のポイント、それが、チューニングは自分でやるっていうことです。このギター弾きたいんですけどっていうふうなことを、店員さんに伝えると、その店員さんがそのギターを取ってくれて、チューニングをして、渡してくれますよね。まあお客さんの中には、ギター初めて買うよっていうその初心者の方もたくさんいるでしょうから、まあ仕方ないことではあるんですけれども、こう店員さんでチューニングちゃんとできる人って意外と少ないんですよ。まあ、たとえ、ちゃんとした技術を持ってる人でも、こう、長い間、弦を緩めた状態で置いてあるギターっていうのは、こう、チューニングを合わせても、すぐ弾いてるうちに狂っちゃうんですね。まず、チューニング自分でやりますよっていうことを、店員さんに伝えてみましょう。まあ、そう伝えても、なかなかギター渡してくれないっていう時は、ぐっとこらえて我慢するしかないんですけれども、ギターを受け取ったら、まず最初にチューニングをやり直しましょう。まあ、これは別に店員さんへの当て付けっていうわけじゃなくて、こうチューニングをするっていうその、作業の中で、そのギターのコンディションっていうのがすごくよくわかるんですね。お願いすれば、こんな感じの、精度の高いクリップチューナーを、どこの店でも貸してくれると思いますので、それを使って、しっかりチューニングをして、そのチューニングしてる最中に、ちょっとでもストレスを感じるようなギターは絶対避けましょう。次に、カポをつけて弾いてみる。まあ、カポっていうのは、こういうやつですね。このギターにこうガシャッと取り付けて、キーを変える、そんな道具なんですけれども、カポをつけた状態とつけてない状態で、弾きやすさだったり音質だったりっていうのが、ものすごく変わってしまう、ギターっていうのは、どっかしらバランスが悪いっていうことがありますので、避けた方がいいです。最後に、これはピックアップがついてるギター、に限った話なんですけれども、ピックアップから出るそのライン出力の音をヘッドホンで確認しましょう。まあ、エレキギターとかエレキベースっていうのは、まあ、いろんなライブハウスだったりスタジオとかに置いてある、一番一般的なアンプがこう試し弾きのために置かれている場合がほとんどなので、そこにブスッと挿してそこから出てくる音を聞いて、いろんなことを確かめれば問題ないんですけれども、アコギとかガットギター用のアンプっていうのはお店によって置いてるモデルが結構バラバラなんですね。で、そのアンプの良し悪しで、こう、受ける印象がだいぶ変わってしまうんです。まあ、さらに、アコースティックギターっていうのは、こう、手元で、音がすごい大きい音量で鳴るので、その音と、アンプから出てる音がこう、混ざってしまって、ラインから出てる音を、こう、正確に、細かいところまで聞き取ることっていうのが難しいんですね。まあ、いざ、ライブハウスで、こう、ギターを弾いてみたら、なんか、イメージしてた音と全然違ったっていうようなことになったら、すごく悲しいので、試し弾きの、時点で、ヘッドホンを、こう、アンプのヘッドホンアウトに繋いで、そのラインの音だけを純粋に確認する。ピックアップ付きのギターを選ぶときは、絶対これやった方がいいです。今回も僕ヘッドホン持参して、いろんなお店でヘッドホンで音を聞きながら試し弾きしてみたんですけれども、その過程で信号にノイズが乗ってることが発覚したなんてこともありましたので、絶対にヘッドホンを持参して、試し弾きすることをお勧めします。さて、
今言ったようなことを気をつけながら、お茶の水のいろんな楽器屋でいろんなギター弾いてみました。ざっと紹介しますと、黒沢の ECG2500、あとはオベーションの1863クラシック、これさっきの楽器屋でも弾いたやつですね。で、マルティネスの MCG09、 あと同じくマルティネスの MSCC14RS、 合計4本のギターを試し弾きしました。新大久保の楽器屋と合わせて、全部で9本のギターを弾いてみて、弾きやすさと価格のバランスがこう一番良かった、マルチネスの MSCC14 シリーズ、こちらを購入しようと決めました。まあ、このギターのすごく良かったところは、あのネックがちょっと細めで、このフレット、ここのこう押さえる金属の部分ですね、フレットにアーチがついてて、あのアコギとこうすごくあの仕様が似ていて、持ち替えの際に違和感なく弾ける、そこがすごくいいなっていうところでしたね。またあの写真見てもらえば分かると思うんですけれども、こうライブでの仕様を考えた、あのハウリングが起こりにくい、あのちょっと変わったデザインをしてまして、まあ、これもあのライブで使用するときにはあのプラスのポイントにはなるんですが、逆にこうレコーディングでこうマイクを立てて使ったときにどんな音が録音できるのかなっていうのはちょっと不安なところでもありました。購入しようと決めましたとは言いましたけど、この時点ではまだ買いません。店員さんもあの前のめりであのいろんな話をしてきましたが、ちょっと考えますと言って、この時点では買わずに一回家に帰りました。マルチネスのこのギターは新品のギターだったので、モデル違いとか、あとは、カラーバリエーション色違いのものがないかどうかっていうのを、調べました。ギター購入の際にすごく役立つサイトがありまして、それがこちら、あの jguitar.com っていうサイトです。たくさんの楽器店が自分のお店の在庫をデータベースにして、このサイトにアップしてます。それをこういろんな検索方法で調べることができる、あのすごく便利なサイトです。このサイトで狙っているマルチネスの MSCC14 シリーズの在庫がたくさんあるお店を調べました。で、やっぱりこのギターには材質違いのものとか色違いのものが結構あるみたいで、在庫を多く抱えているお店をいくつかピックアップして、次に池袋へ繰り出しました。池部楽器のハートマンギターズっていうお店にあの行くつもりだったんですけれども、まずあの駅から近い通り道だったっていうことで、黒沢楽器のアコースティック館っていうお店に行きました。そこで出会ったのが、このギターラ・パトリエ、ハイブリッド CW。 今回あの20件近く楽器屋回ったんですけれども、あの初めて見るブランドでした。このギターに、惹かれたポイントは、ピックアップと、プリアンプ。今回弾いたほとんどのギターがあのフィッシュマンっていう会社の、ピックアッププリアンプを、搭載しているものだったんですけれども、このラ・パトリエ、ハイブリッド CW っていうのは、5段のピックアップと、プリアンプを搭載しているギターです。僕このあの5段の、あのプリアンプっていうのは初めて見たので、多分あんまり日本には入ってきてないんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じです。どうですか、見た目かっこよくないですか。コントロール部分も、EQ はバスと、トレブルの、2つだけで、ボリュームもまあここについてるんですけれども、そのつまみの機能を、説明するような表示がこうアルファベット1文字だけしかないんですよ。 BVT っていう風に、書いてあるんですけれども、これクールだと思いません？このギターには2種類のピックアップがついていて、このつまみでその2種類の、ピックアップの音を好きに、ブレンドすることができます。で、こんな感じで、チューナーの機能もついています。まあ、最初手に取った時はそのクールすぎる、プリアンプ部分にこうどのつまみがどうなってんだっていうの分かんなかったんですけど、まあ、こんなのは一回覚えてしまえば間違えることはないので、とにかくデザインがかっこいいと。で、音質もフィッシュマン製のピックアップに比べても全然遜色なかったので、その時点でグッと心を、わしづかみにされた感じです。ネックの幅は 50mm ということで、特に細いわけではないんですけれども、多分シェイプが独特なことがあって、握った感じがすごく、しっくりきたっていうのも良かったです。
本来行く予定だったハートマンギターズには向かわず、もうその場で即決しました。最後の一押し決め手になったのが店内の BGM です。僕が大好きなキリンジっていうアーティストの曲が延々とアコースティックギターのフロア一帯に流れてまして、こうなんか新しい曲から古い曲までこうバラバラにこう流れてたので、絶対店員さんの中にキリンジ好きがいるなと、なんかそういう偶然に僕すごく運命を感じちゃうので、これはきっとこのギターを買えと神様が言っているに違いないっていうことで、その場で決めました。まあ、僕は今回、このラーパトリエのハイブリッド CW っていうギターを買いましたが、多分このギターもうほとんど首都圏には、ないと思うので、まあ、同じようにエレガットの購入を考えている人にはパコカスティージョのギターと、あとはマルチネスのギターが、すごくおすすめだなと思いました。ぜひ実際に楽器店に行ってみて、検討してみてください。6月に配信を開始した、僕のオリジナル曲わかりやすく夏っていう曲でもこう早速、このギターを使ってまして、このギターの音を確認することができます。ぜひチェックしてみてください。7月31日に開催するライブで、ライブデビューもさせたいと思いますので、ぜひそちらにも足をお運びください。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネル登録と Tumblr ブックマーク、そして、iTunes ストア、Google Play Music、Amazon Music で好評配信中の、僕のオリジナル楽曲もぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。